今日は黄金のチャーハンを作りたいと思います。黄金のチャーハンというのはですね、エッグのみで作ったチャーハン、まあこれ全然チャーシューとかネギとかいろいろ入れていただいていいんですけども、今回僕はあえてエッグのみで作りたいと思います。よろしくお願いします。ということで、用意するものエッグス、用意してください。このエッグスなんですけども、ヨードラン光でも九州梅卵でもあのイキイキ卵でもアローカナの青い鳥の卵でも全然どれでもいいんですけども今回はもう名もなきエッグスを、使ってますので、グラスに入れてます。普通はねボウルの方にあの入れるんですけどもあのこのグラスの方が面積が狭い分混ぜやすい。僕ぐらいになるとこれね、ミンでもオットでどれぐらい混ざってるかっていうのが分かるんですよ。この変わってくるかな。こうあえも完璧ですね。これでね、こうもうちょいもうちょいこうね研ぎ澄まして聴覚をね、こうね、はいうん、オイルです。これをね、エッグ本来の味を味わうための一番いい方法というか、そういうのを味わうのが僕も好きなもんで、これは大好きなんです、この料理は。はい、でこのゴッホのひまわりみたいになってきたら、これねすぐ入れちゃいます。はい、ゴッホのひまわりみたいな絡ませる。でこうこう、これでねギャルの時代に流行ったダンスにしていきます。あ、ちゃうわ、あれやパラパラにしていきます。すいません、間違えました。パラパラでそうかといって SK2 の時の綾瀬はるかさんみたいな、あ、じゃあしっとり、もうさせたいです。すいません、すごいしっとり肌やったんで、CM の時すごい特にしっとりしてたんで、モソルトの方が立ってますので、これをね、源を入れてください。源をね、うわいい景色やな、ほんま最高やな。これ眺めながらご飯食えるな、うん、白飯いけるな、これすごい。いただきます。最小限の味付け、足し算というか引き算の考え方やね。うん、ほんまに、うん、断捨離に近いよね。うん、ベリーウマーバー。いやこれはね、卵本来の味を感じるというか、これは素晴らしい。これほんま卵コロブラザーズサウマーヌードやね僕はただ君と二人で通り過ぎるその全てを君届けようやん、ほんま確実にそうやろこれほんまにうまいし、ええ味、うまんつええ味、バンドええ味、ゆで卵でした。ゆで卵先生、座りこぎしてたらさ、すごい大変な目にあってんって言ってましたけど、その立ちこぎの時しか言わないですよ。自転車座りこぎがベースなんで、ちゃんとしてください。ごちそうさまでした。